ヘロマンは日米合作のテレビアニメ作品。アニメーション制作はボーンズが担当。テレビ東京系列6局にて2010年4月1日から9月23日まで放送された。本作はアメリカの西海岸を舞台に偶然にも強大な力を持つヒーローマンを手に入れた主人公が地球を侵略しようとする。 謎の生命体に立ち向かい成長していく様を描く正当派のヒーローアクションである。スパイダーマンや X メンなど数々のマーベルコミック作品の生みの親として知られるアメリカンコミックス界の巨匠スタンリーが原作を手掛けている。2005年10月。 日本のアニメ制作に意欲を見せるスタンに、ボンズの代表取締役の南正彦が、王子意見を交わした段階から企画が、スタート、スタンは、21世紀の全く新しい、スーパーヒーローを作り出すべく4年間を費やしたと、語っている。南は、スタンから、今まで作ってきたキャラクターではなく、新しいキャラクターを一緒に生み出そうという言葉を、いただき、そこから、 ここまでやってきたと制作の経緯を明かしており、アニメーションの制作にも丸2年の歳月がかけられている。まず、スタンの設定を絵に起こすために、アメコミにも精通している、キャラクターデザインの小山茂と、さらに明快なストーリーを視覚的に肉付けするべく、クリーチャーデザインの竹場慎吾が参加した。企画が軌道に乗ると、スタンのアイディアからさらにドラマを引き出せる逸材として、 脚本家の山戸や明が編入された。監督の南馬氏が制作に携わったのは彼らの後であり、監督から参加スタッフが決まっていく一般的なアニメ作品とは順序が逆である。2008年4月に発売されたニュータイプ5月号のボーンズ10周年特集において初めて企画が発表され、スタンリーが原作を務めるということで、 日米双方から注目を浴びた。将来的には、スタンリーのネームバリューが、効果的に影響する。海外放映も視野に向け調整を続けている。放映期間は、当初全8部構成4クールを予定していたが、リーマンショックの影響で18話の脚本が仕上がった。時点で2クールへと縮小してしまったため、いくつかのアイディアが、お蔵入りになった。このような事態になる前から、 スタッフは、第2期の制作に、意欲的であり、ラストシーンにもそれを示唆する演出がある。また、アメリカでの売り上げが良ければ、MR-2 などを登場させて、第2期をやりたいという発言もある。アニメ制作では、スタンリーの要望や意見を極力採用しており、絶対絶命の窮地から逆転して勝利する、王道的な展開、完全握もののストレートなストーリーに、 スタンの影響が強く現れている。ただし、重要な部分にまで至る設定は、日本のスタッフが手掛けており、スタンの原案は料理で言うならばスパイスだとしている。また、多忙なスタンが打ち合わせになかなか参加できなかった後半部分は、日本人スタッフによるものが多い。監督のナンバヒト氏は、自身の元に送られたスタンのプロットを読み、 日本の常識でなら一年かけてやるような内容だと思ったのに、実際は話数にして8話程度に相当するものであることを聞き驚いたと明かしており、序盤から濃い密度でありながらスピーディーな物語が展開された。第2話に登場したラジカセを持った女性キャラクターが、ツイッターに投稿された名前、デイジーに採用されたり、声優やスタッフを招いた。 ファン感謝イベントなどが行われるなど、ファンとの交流も少なからず、行われた。センターシティに住む少年上位は捨てられたロボット型の、玩具を修理して、ヒーローマンと名付ける。そのヒーローマンに雷が直撃した時、ヒーローマンは、超人的なロボットにへと進化した。上位は、ヒーローマンと、心を通わせ、様々な事件に立ち向かっていく。 上位たちが住むアメリカ西海岸にある都市。スクラッグが根を下ろし、侵略の拠点となってしまうが、上位たちの活躍により平穏を取り戻した。スクラッグの侵略は町に多大な損害を被るに至るが、他の都市からも人手をかき集めた集中的な復興作業により、元の町並みを取り戻した。宇宙の星々を次々に侵略し破壊してきた知的、生命体。 レントンの発した電波をきっかけに襲来し、地球の侵略を開始した。人類を凌駕する戦闘能力と、知能、高度なテクノロジーを持つ。聴覚が発達しており、高周波を利用して、会話をする。頭部に生えた触覚を自在に伸び縮みさせて、対象を攻撃する。また胸の左右に、目のような形をしたクリスタルがあり、ウィルイワクそこが彼らの弱点である。 他性の生物を捕獲し、洗脳と改造を施し操ることもある。ダメージを受け戦闘不能になると体液を撒き散らしながら外角が縮小し丸くなる。デントンは外見から察してゴキブリのような生物から進化したと推測している。壊滅後、企業や政府機関など様々な組織が、 独自のルートでスクラッグのテクノロジーを解明に乗り出し、その技術を利用しようとしている。アメリカ陸軍の兵器開発プロジェクトを主導する巨大兵器開発企業。サブタイトルは、カタカナとともに英語が合わせて表記されている。アニメの放送に先駆けて、月刊少年ガンガンにおいて2009年9月号より連載されていた。作画は、大田多門が担当する。 ありがとうございます。